朝野氏は、武家、家族だった、日本の氏族。関白、豊臣秀吉の性質、北満所の洋家だった家で、朝野長吉が秀吉の下で大名として台頭。宗家は、江戸時代に、秋広島藩主となり、文家に三次藩、広島神殿藩主、別家に、針間阿光藩主があった。阿光朝野家は中心蔵で有名である。明治維新後、宗家は、 家族の公尺家に劣する。通字は、長。家紋は、違い高の羽であるが、宗家のみその羽に、渦巻きが入った、芸衆高の羽という家紋を使う。尊卑文脈によれば、聖は、源氏の源の頼光の孫貴の部は、美の国時軍に住んで、時氏と称し、その日孫の時光行が、道軍朝野村に居住して、朝野方岩と称し、その子孫や、 弟光二が朝野氏を称するようになったという。関英お三むし家かケ伝は、広島藩主の朝野氏を光時の子孫であるとしているが、信じるに足りない。関英お三むし家かケ伝によれば、朝野氏は、尾張国庭軍は朝野僧を本拠としており、朝野長勝は織田信長に仕え、早くから秀吉に属していたという。尾張国か須井軍北野の宮後城城主。 安井茂次のことして生まれた、浅野長吉は、長勝の婿養子となり、同じく、杉原忠尻から、浅野家養子に出された尾根との地に関白となる、木下藤吉郎との婚姻によって、浅野長政と秀吉は、義理の兄弟となった。長政は、秀吉の信任を得て大名に出世し、豊臣政権下においてご奉行の一員に任せられた。なお、浅野宗家には綱、 アキラの第二、彼の性質、形質として九条同房の娘が入っている。同房の母は、豊臣秀勝の娘である、豊臣寛氏である。豊臣政権下において、関東へ違法された、徳川家康の両国に接する海国には、豊臣系大名が配置されていた。海の国交府には、加藤光ツ康が封ぜられていたが、三ツ康が百九十二年の文禄の役にて、 富山の陣中で戦死したため、加藤貞康が後を継いでいた。文禄二年、加藤貞康は、美の国黒野へ天保となり、代わって、浅野長政、吉長が二十二万国で、開国交付藩に入った。関ヶ原の戦いの際に吉長は、徳川家康に月光を挙げたことによって三十七万六千国で、紀の国和歌山に違法となった。吉長の後は、 着難の長明が継いだ。1617年秋国広島の福島正則が無断で石垣の修復工事をしたとして1619年に出居改役となった。浅野長明は大阪の神殿の功績により改役となった福島正則に代わって42万6千国で秋国に入法。浅野宗家の秋国における両国支配は明治維新まで続いた。 幕末、薩長同盟が成立すると、浅野家の広島藩もこれに加わって、薩長家三藩同盟を締結し、倒幕に踏み切った。その一方で、徳川義信に大政奉還の憲白書を提出するなどしたため、日和見藩と不信を買い、浅野家はその中枢からは除外される形となった。しかし、某神戦争では、官軍として奮戦し、広島藩主からなる応変隊。 足軽の重体、庶民が主力の新機体などの広島藩軍は、合津藩軍や仙台藩軍との交戦で激戦を繰り広げた。広島藩は、戊辰戦争出兵数2272人のうち、戦死78人、戦勝118人を出した。戦死者の中には、広島五国神社の祭神となっている、新機体大使の高間昭蔵もいる。 藩が所有する旗船も出動し、万年号と達官号は欧州方面へ、豊康子は江戸地へ派遣された。こうした浅野家の官軍への貢献により、維新後の1869年には1万5千国の昇天録が可視された。同年2月に長君が最後の藩主に就任した。同年、薩長とイオン藩主が藩籍奉還を建白すると長君も続いた。 藩籍奉還により、長君は広島地藩寺に任命され、1871年の廃藩地検まで務めた。1876年に家禄と焦天禄が変えられた金禄交際の額は、朝野本家は635,433円で8位だった。1884年の家族令発布とともに、公爵に列した。また文家の朝野守長。 一門が老だった、三原浅野家の浅野正潤と東条浅野家の浅野、森尾が男爵に列した。浅野長君公爵は、家族銀行と呼ばれた15銀行の頭取りを務め、1896年時には、日本鉄道の株を108,318株、保有して最大株主になっている。1898年の高額所得者ランキングに、 浅野公爵家は11位でランキングしている。浅野公爵家の邸宅は東京市本郷区向ヶ丘弥生にあった。ありがとうございます。